はい、今おろし終わりました。めちゃめちゃ時間かかったよ今日。なんでこんな時間かかったんだろうってぐらい時間かかった。何時だっけ、2時間ぐらいおろしにかかってるね。めちゃくちゃかかった。よし、とりあえずこっから名古屋の港区まで向かっていきたいと思います。まあ、ちょっとどっかのサービスエリアかなんかパーキング寄って、とりあえずちょっと荷台を整理して、今日荷物触れ込んだっていうんですけど、触れ込ん20本っていうんですけど、大きい触れ込んだとあのパレットを前に積み上げとったりするとまずい。パレット今持ち帰りで積んでるんですよ。なんで前に積み重ねとると乗らんくなりそうなんで、まあ下に引いてくるかって感じなんですけど、まあ荷台の中ぐちゃぐちゃなんでちょっと整理してからね行きたいと思います。ちょっと雨降ってるんでね、今日ちょっと慎重に走っていきたいと思います。滑るんで。よいしょ、では向かいましょう。よし、ちょっとね荷台を片付けていきます。はい、今片付けね終わりました。わ、ちょっとねあのパレットガーッと並べてあるんですけど、ちょっとパレットにねあのお客さんの名前が書いてあるんで、ちょっと今日は写すことが、片付けの作業をねちょっと写すことはできませんでしたけど、よし、とりあえずね今から向かいたいと思います。行きましょう。大丈夫やな。うう、今日は汗かいたすごい片付けとか何とかですごい汗かいた。よし、いや今ね親切な4トンさんが入れてくれましたね。ありがたいですね。ああやってねもう絞り込みのところでやっぱね乗用車とかがあと詰まってると、なかなか乗用車ってやっぱね前にトラック入れたがらないっていうか、あまりこうちょっと隙間をねこう詰めてこられたりする人が結構多いんですけど、やっぱトラックの運転手はそういうとこスッと開けてくれるでありがたいっすわ。まあ、中にはね乗用車の人でも全然普通にこう譲ってくれる人全然いますけど、たまにいるんですよね。もう絶対入れたらんよみたいな感じでもう絶対詰めてくる人ね。まあ、
らかになんかアクセル踏んでこうね横に並ぶんじゃないかって感じの人いますもんね。ほんとあれほんと怖いっすわ。実際あれでねやっぱ事故した時にね絶対被害がでかいの向こうなんで、それが怖いんですよね本当にね。今なんかちょっとずつ空が明るくなってきましたよね。このまま何晴れてくれたら嬉しいですね。さてこの透明の集中工事がねどのぐらい混んどるかなんですけど、まあ、さっきあのパーキングサービスエリアパーキング止まった時に、まあそんななんか渋滞のあれになってなかったけど、真っ赤ではなかったけど、まあ、多少なんか詰まっとる感じにはなってたんで、どうなんだろう、新名神の方に抜けていった方が早いのかな。新名神、新東名か、そっち回った方が早いのかも分かんないですね。昨日の夜はねやっぱみんな結構バーっとそっち側に流れて、反対車線の人はね走ってきてましたけど、僕もそっち行った方がいいかな。なんか向かって積んでくださいみたいな一応連絡電話入れたらそういう指示やったんですけど、まあ行って積めるのかどうなのか、まあ、Google のマップで見たらなんかあのコンテナは入ってたんで一応、まあ、入れるとは思うんですけど、多分あれでも道からバックで入らないといけないような感じでしたね。間口がなんかそんなに広くなかったような感じがしたんですけどね。大丈夫かなあそこに入ってたと、ね、トレーラーも20フィートのトレーラーだったんで、どうなんですかね大丈夫かね。こう中が縦長の感じになってる場所だったんで、中で多分中頭から入ってたら多分 U ターンできないと思うんで、あれバック進入だと思うんですけどね。ちょっとね目的地のそば行ったらちょっとじわじわちょっと動きながら中様子見ながらやらないかんですね。大体あの初めて行くわからんところって本当あえてねなんかじわ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 動きながらね中の様子を伺いながら、ね、入りますよねやっぱり。本当ねなんかふわっと頭から入っちゃったら本当大変なことになりそうですからね中で U ターンできなかったら。そういえばさっきそのサービスエリアかなパーキングで荷台をちょっと片付けてた時に、隣にあの冷凍車っぽい、冷凍車かなあれ、冷凍車やね、あのトラックも荷台片付けてたんですけど、すごいですね、僕らああいう冷凍のトラックとかをあまりというかもう全然見たことがないんで、ちょうどウィンガー開けてね中乾かしてたのかな、片付けて乾かしてなんて感じでやってたんですけど、うわーすげえなーと思ってこんな風になってるんだと思って見ながらねああいうのを 見るとなんかちょっとわすごいなと思いますよね。本当中がやっぱね僕らと全然違うし、なんか持ってるああいう人たちでなんかそういうパレットをいつも積んでるんですけど、あれパレットで積んでバラしてあれなのかな、わかんないですけど、なんかああいう仕事してる人ってなんかパレット持ち歩いてるっていうなんかイメージがあるんですけど大体なんかあえてなんか開けて乾かしてる時に中にパレットが積んであるじゃないですか。どういう感じの仕事なんですかねあれ、全くわかんないですよね僕は。ああいう冷凍の仕事とか
ただなんかトラックって冷凍のトラックとかってなんかすげえかっこよくないですか？なんか僕めちゃくちゃかっこいいなと思うんですよ、冷凍のトラックって。もうなんかああいう冷凍車で10輪でね、なんか結構キラキラしとるトラックとかなんかうわーかっこいいなと思いますよね。なんかいいんですよ。なんか普通の車とは違う感じなんですよね、冷凍車って。なんかめちゃくちゃ雰囲気あることないですか？攻めやねんけど、お、これか。お、これやな、これやな。これ頭から入れんの？これバックか。ちょっとバックやな。暑い。今積み上がりましたね。よし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 。ああ、やっぱパレットあると大変ですわ。積み地も初めてだったんですけど、まあ案の定下ろし先もね初めての場所になるんで、よいしょ、気をつけながらね向かっていきたいと思います。明日は9時着ってなってますね、時間が。よいしょ、まあ、時間指定が一応あるんで遅れないようにね行きたいと思います。というかお腹すいたお腹すいたマジで。じゃあとりあえずね向かっていきます。